こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるコラージュバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめにモデルの画像をフォトショップの方に持っていきます。で、OK します。で、ナゲナーツールに持ち替えてモデルさんの周りを適当に囲っていきます。で、足のところなんですが、足のところはこの角度に合わせてちょっとこんな感じで広げたりするといいと思います。はい、で、こちらで囲い終わったらコマンド Z を押して複製します。するとこんな感じで切り取られました。で、こちらをちょっと明るくしていきたいと思います。明るさコントラストのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。明るさを60、コントラストを10に設定して OK します。こちらで OK です。次は影の画像を入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたこちらの影の画像を右下の方に持っていきます。適当な感じで大丈夫です。で、配置し終えたら明るさコントラストのレイヤーを作って明るさを100に設定します。次はエイジ深部のテクスチャーを入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた画像を持っていき、左上の方にこんな感じで見切れるように配置します。こちらもお好みの位置で大丈夫です。色相サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。サイドをマイナス60、明度をプラス50に設定して OK します。こんな感じで大丈夫です。ちょっとモデルさんの位置が左に寄っているので右に寄せようと思います。はい、だいたい真ん中になれば大丈夫です。次はひまわりの写真を入れていこうと思います。あらかじめダウンロードしたひまわりの画像をフォトショップで開きます。オブジェクト選択ツールを持ってざっくりとひまわりを囲います。そうするとこのように綺麗に選択してくれるので、この状態でコマンド J で複製します。これだとちょっと大きすぎるので画像のサイズを小さくしたいと思います。オプションコマンド I を押して画像解像度のボックスが出てきたら、この鎖型のアイコンがオンになっているのを確認して幅を1000ピクセルに設定します。こちらで OK します。で、小さくなったらこちらの切り抜いたレイヤーを元のドキュメントに持っていきます。こちらの元のひまわりの画像はいらないので消しておいてください。こちらを右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、こちらの大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅420に設定していきたいと思います。大体で大丈夫です。で、こちらの色を変更していきます。ダブルクリックして開いて色相サイドのレイヤーを作ります。サイドをマイナス15に設定します。で、明るさコントラストのレイヤーを追加して明るさを50、コントラストをマイナス30に設定して保存します。はい、こちらで大丈夫です。で、こちらをモデルさんの左上ぐらいに持っていきます。で、こちらをさらにコマンド J で複製して今度は影の写真の上あたりに持っていきます。花びらだけが見える感じにするといいと思います。で、こちらの先に作ったひまわりのレイヤーを下の方に移動させます。で、位置なんかを調整してください。まあ、大体こんな感じでいいかなと思います。次はモンステラの葉っぱの画像を追加していきたいと思います。あらかじめダウンロードしていた画像をフォトショップで開きます。自動選択ツールに持ち替えて許容値を30、隣接のチェックをオフにして白い部分を選択します。すると葉っぱ以外の部分が選択されたので、シフトコマンド I を押して選択範囲を反転させます。この状態でコマンド J を押して葉っぱだけを切り抜きます。ちょっと大きすぎるのでこちらもオプションコマンド I で画像解像度を1000ピクセルにします。こちらで葉っぱの画像を元のドキュメントに持っていきます。こちらの葉っぱのドキュメントは閉じておいてください。こちらを右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、大きさはこちらもお好みでいいんですが、今回は横幅550で設定していこうと思います。まあ大体で大丈夫です。で、これをさらに回転させたいと思います。シフトを押して1回右に回転させます。15度回転させます。で、こちらのレイヤーも下の方に持っていきます。位置が決まったら色を調整したいと思います。こちらをダブルクリックして色相サイドのレイヤーを追加します。サイドをマイナス30に設定します。そして次に明るさコントラストのレイヤーを作ります。明るさを30、コントラストをマイナス30に設定して保存します。こんな感じでいいかなと思います。次にブラシのテクスチャーを入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたブラシのテクスチャーをフォトショップで開きます。で、自動選択ツールに持ち替えて今度は許容値を50に変更します。隣接のチェックはオフにしておいてください。こちらで白い部分をクリックします。で、シフトコマンド I を押して選択範囲を反転させます。コマンド J を押して切り抜きます。
こちらもオプションコマンド I で画像解像度を1000ピクセルにします。でこちらのブラシのテクスチャーをドキュメントの方に持っていきます。こちらはもういらないので消しておいてください。右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で大きさを今回は650ピクセルの横幅にしたいと思います。でシフトを押して右側に1回回転させて15度回転させます。で左下の方に適当な位置に配置します。お好みで大丈夫です。でこちらの色を変更していきたいと思います。ダブルクリックをして色相サイドのレイヤーを作ります。サイドをマイナス10、明度をプラス20に設定して保存します。するとこんな感じになりました。こちらをコマンド J で複製して右上の方に持っていきます。で変形モードにしてくるっと右側に回転させてマイナス165度回転させます。これで影の写真の上あたりに持っていきます。で一番下の方に持っていきます。位置はお好みで調整してください。とりあえずこんな感じでいいかなと思います。次はブラシの飾りを入れていきたいと思います。一番上に新規レイヤーを作成します。で色を F58A3E のオレンジに設定します。こちらでブラシツールに持ち替えてデフォルトのドライメディアブラシの中にあるカイルの究極のパステルというブラシを選択します。こちらで直径を20ピクセルに設定します。こちらでモデルさんの周りをざっくりとなぞっていきます。まあ、適当な感じで大丈夫です。ところどころ塗らないところを残して抜け感を出していきます。はい、次はテキストを書いていこうと思います。色を000000の真っ黒に設定します。でテキストツールに持ち替えてフォントはベスターマインド、こちらフリーフォントです。概要欄にリンクを貼っておきます。サイズを100ピクセル、トラッキングは0でハッシュタグアウトフィットと書いていきます。 O だけ大文字にしてください。で書けたら右上をクリックして半時計回りに1回回転させます。マイナス15度傾けます。はい、こんな感じです。でこれをモデル画像の左下あたりに配置します。でちょっとモデルさんの画像なんかをもうちょっと右にずらしてもいいと思います。で位置はお好みで配置してください。はい、次はモンステラのラインアートを追加していこうと思います。あらかじめダウンロードしておいた AI ファイルをイラストレーターで開きます。一番右側の画像をクリックしてコピーします。 Photoshop の方でシェイプレイヤーとして貼り付けます。サイズはお好みでいいんですが、今回は横幅360ピクセルで設定していこうと思います。でさらにこちら回転させたいんですが、くるっと右側に回転させてマイナス135度回転させます。でこちらを右上のあたりに配置します。ちょっとこれだと線が太いので補足したいと思います。ダブルクリックして境界線を選択します。色も真っ白、 FFFFFF の真っ白にして、サイズは1ピクセルで位置は内側にして OK します。するとこんな感じでちょっと細くなりました。でこちらで各パーツの位置なんかを揃えます。はい、こんな感じでいいかなと思います。配置が決まったらちょっと仕上げをしていきたいと思います。こちらの右下の丸いアイコンからカラールックアップを選択します。するとこのようなボックスが出てくるので、こちらの富士エターナ 250D 富士3510というエフェクトを選択します。するとこんな感じでちょっとオレンジがかりました。こちらの不透明度を 30% にします。最後にテクスチャーで質感を与えていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた白いテクスチャーの画像を Photoshop の方に持っていきます。大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅1700ピクセルにしようと思います。大体で大丈夫です。で OK します。でこちらを定山にします。で明るさコントラストのレイヤーを作って明るさを15に設定して OK します。ちょっと背景を後ろにして確認してみます。はい、こちらで完成です。このようなコラージュのデザインを最近よく見かけます。このようなデザインは決まりがなく自由に作っていいんですが、ブラシのテクスチャーを追加したり手書きの線を追加したりするといい感じになります。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。